アイテム番号 SCP-145JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-145JP の所在地の野原は現在財団の私有地となっています。 SCP-145JP を中心に周りを塀で囲い一般市民の立ち入りを防いでください。 SCP-145JP の近くには簡易観測所が建設されており、職員はそこで各種の研究を行うことになっています。最低でも1名の職員は監視員として SCP-145JP 内で異常が発生していないかを観察してください。職員の SCP-145JP 内への立ち入りは禁止されています。事件 145JP A 事件 145JP B を受け SCP-145JP の周囲に高さ25メートルの強化防壁が設置されました。また簡易観測所には重火器が配備され、新たに武装警備員10名が配属されました。説明。SCP-145JP は、県、市にある半径7メートルの異常な楕円体の空間です。SCP-145JP の範囲は上空20メートル。地下はおそらく最低でも17メートルにまで達しています。SCP-145JP は野原に存在しているのにもかかわらず、その空間内だけは別世界が再現されているように見えます。SCP-145JP 内の地面にはコンクリート舗装がされており、その上にはあり合わせのもので作られたと思われるバリケードが作られています。一部のバリケードは SCP-145JP の境界にまたがって存在しているため、まるで半分で切断されているように見えます。SCP-145JP 内の時間帯とこちらの世界の時間帯はある程度同じであると推測されています。SCP-145JP1 は、既存の警察組織の機動隊員に酷似した装備を持つ人物です。SCP-145JP1 は SCP-145JP 内に現れ、必ず複数人でバリケード前にて待機します。SCP-145JP1 は独自の勤務体制をとっていると思われ、だいたい6時間ほどで別の機動隊員たちと交代します。交代要員はバリケードの内側にある境界から現れるため、何かしらの施設がその向こうに存在すると推測されています。SCP-145JP1 はバイザー付きのヘルメット、ポリスと書かれたプレートのついた防弾ベスト、防護用盾、小銃を装備しており、それとは別に各々が個人的に用意したと思われる近接武器や食料を所持しています。SCP-145JP1 は基本的にはそれぞれ言葉を交わすことはありませんが、時折現状についての不満や、将来への不安を口にします。SCP-145JP2 は正体不明の体長10メートルほどの二足歩行を行う生物です。不定期に複数体がバリケードの外側の境界から SCP-145JP 内に現れます。SCP-145JP 2は白く湿った肌をしており、両生類のような見た目をしています。SCP-145JP 2は人類に敵対的であり出現時、バリケードの内部に侵入しようと試みるため SCP-145JP 1と戦闘になります。SCP-145JP2の出現は、その前に SCP-145JP1 による強力な銃器の準備やバリケードの増強が行われるため、容易に予測可能です。SCP-145JP2 は攻撃に対して高い耐性を示し、これを撃退する SCP-145JP1 の試みは必ず多数の SCP-145JP1 の犠牲を伴います。しかしそれでも、今まで SCP-145JP2がバリケードの内側への侵入に成功した例はありません。戦闘後には生き延びた SCP-145JP1 によって死体の後処理などが行われます。また、戦闘中に SCP-145JP1 が放った銃弾は SCP-145JP の境界を越えた時点で存在しなくなるため、安全であることを職員は留意しておいてください。事件 145JP A 2000年4月15日、交代要員として入ってきた SCP-145JP1 の一人。SCP-145JP1
48が突然、財団の監視員に向かって声をかけました。SCP-145-JP1。48は監視員に向かって歩み寄りつつ、どうやって外で生き延びていたのか、他に、要救助者、はいるかと聞きました。SCP-145-JP の境界を越えると SCP-145-JP1。48は驚いたようにあたりを見渡し、軽度の混乱を見せながら自身の現在の所在地について監視員に尋ねました。監視員が答えないでいると SCP-145-JP1。48はさらに、なぜここには、奴ら、がいないのか、なぜ、同僚、には監視員が見えていないのかと矢継ぎ早に質問を繰り返しました。そこで SCP-145-JP 内に SCP-145-JP2 が出現し、SCP-145-JP1 が応戦を始めました。その中の一人が SCP-145-JP1。48のものと思われる名前を叫び、どこに行ったのかを大声で尋ねると、SCP-145-JP1。48は逡巡しつつも SCP-145-JP 内に戻りました。その5分後、SCP-145-JP1。48は SCP-145-JP2 の中の一体に身体を引き裂かれ死亡しました。事件 145JP-B 2000年4月16日出現した一体の SCP-145JP-2 が突如 SCP-145JP-1 への攻撃を止め監視員の方を中止しました。監視員が後ずさると SCP-145JP-2 は彼に向かって近づき SCP-145JP の境界をまたごうとしました。その隙をついて SCP-145JP1 の一人が放った、対物ライフルのものと思われる銃弾が SCP-145JP2 の頭部を粉砕し一時的に無力化しました。それに準じた6名の SCP-145JP1 による決死の至近距離からの銃撃により、4名の SCP-145JP1 の犠牲と引き換えにその SCP-145JP2 は処理されました。